皆さんいつもお世話になってます池間哲郎でございます年齢66歳現役のカメラマンまだまだ頑張っておりますじゃあ今日は前回お伝えした自衛隊中央病院このことをもう一回お話しさせていただきます行ってきたんですそこにこの自衛隊中央病院のドクター看護師さんそういう方々もほとんど 自衛官なんですその方々が頑張ったんです自衛隊中央病院の活躍は前回の投稿にもほとんどちゃんと出てますのでえ時間があればご覧になってください自衛隊中央病院がクローズアップされたのはあのダイヤモンドプリンセス号なんですそこに乗ってた異国の方々船に乗ってやってきましたすると 武漢ウウイルスがウッと流行ってたんです700名以上の人々が感染状態その人々を預かったのが自衛隊中央病院なんです治療あるいは看護まあすごかったみたいで基本に徹してるんですとにかくそしてずっと面倒を見てきて戦い続けてるけどもなんと院内感染がゼロなんです 見本とも言えるようなな病院なんでさすが自衛隊です3日ぐらい前ですけども SNS で見たんですけどまた嬉しいニュースが入ってきたダイヤモンド・プリンセス号に乗ったご夫婦です一緒に船に乗って楽しんでたところがこの武漢ウイルスに感染してしまったわけで、ね、そして自衛隊中央病院に入院した治療を受けて元気に回復してドイツに帰ったわけで、ね、ところが 非常にお世話になったあの自衛隊の皆さん本当に素晴らしかったも感動しまくりなんですで感謝の心がいっぱい膨らんできてそしてお手紙を書いたんです自衛官の皆さんありがとうございましたその心を伝えたんです嬉しかったですこういうおにおつていいですね人間らしくてで嬉しくてたまらなくて今日が3月10日なんです3月9日に世田谷まで行ってきたんですなぜかそこにあるんです 自衛隊中央病院はね、もちろん自衛隊ですから、中に簡単に入れませんよ。だからもう、あの、ゲート、その前に立ってずっとこうやって、あ、ここなんだなこの方々がこうしていっぱい一生懸命やってくれたんだ。そんなことを考えながら見てたんです。世田谷というと、東京都心の中でも住宅地としては一等地の場所、山の手と言われた場所です。そこに世田谷公園があって、真ん中に噴水がドーンとあるんです。非常にいい環境です。中に入ってみました。 そしたらもう家族連れいっぱいいましてねでカップルもいっぱい老夫婦が散歩してるのもいっぱい本当にのどかな状態いやいやいやコロナでも大変な状況とは信じられないような情景でしたでその公園の横に自衛隊の基地があるんです東京都世田谷区の三宿地区内に、まあ、自衛隊基地があってその中にこの自衛隊中央病院があるわけです三の宿三宿というそこにあるわけです 入れません簡単には世田谷公園があって通りがあってそれを越えてこう入っていくけどももうバシッと厳重な警戒ですそして自衛官がピシッと立ってですね一人一人チェックしてるわけです出入りする自衛官の皆さんももちろんチェックして入っていくわけですねそれから入院してる患者さんの家族も許可がないと入れませんそれをずっとチェックして厳しくこうして立ってるわけです SNS で見たこのニュースうれしかったですね もうドイツ人風がにこやかな顔で出てくるわけです。皆さんもこうネットで調べて顔は見てくださいね。写真は簡単に使えないもんですから、もうにこにこした顔で出てくるわけです。自衛隊中央病院の皆さんには心から感謝してます。これがもう一番伝えたいこと。そしてまた日本に行きたいんだー、みたいな感じなんです。手紙を書いてくれたのは、旦那さんがベーターヤンセンさん、そして奥様がメリー・オニールさんです。 旦那さんの75歳の誕生日を祝うためにこのダイヤモンド・プリンセスに乗って旅をしているわけですところが2人は新型コロナに感染してしまって自衛隊中央病院に移されてしまうわけですねこれは心細かったと思いますよ怖かったと思う,もう大丈夫かしらなんてね大丈夫と思ってたけどもそうじゃなかったの2人とも感染してたわけです CT で見た結果肺に影がありますよって言われちゃってもう間違いない新型コロナに感染してますと言われた動揺しますよもう年齢も年齢だしだからと思ってたけどもお医者さん医官です要するに軍人ですから医官っていうんです看護官看護師さんですね看護官も説明を立派にやってくれたそうです丁丁寧に丁寧ににに尽くすようにして この病気の説明、感染状況の説明、そしてお二人の状態の説明を詳しくやってくれて、非常に専門的でプロフェッショナル、一流だったと言ってるわけです。この病院に入院できて、私たちはなんて幸福なんだろうと思ったそうです。ご夫婦が 体が回復して、そしてドイツに帰っていったわけです。おそらくテレビ局の方だと思います。連絡を取って質問してるんです。もう一度クルーズ船で旅がしたいですかって。あの豪華客船で。そしたら即座に、絶対乗りたいですねって言ったんです。日本に行きたいんですって。今回はもう治療ばっかりだから、もう病室から見る景色しかわからないわけ。東京の景色。そうじゃなくて、今度は。 もうこういうこいのなしにして元気になってそして病気もない感染もないそんな状態でもう一度東京に行きたいんです二人ともおっしゃったそうです自衛隊中央病院っていうのは有事いざ戦になった時に負傷者を収容するための病院なんです本当は医師も看護師も全員が自衛官です国内のバイオテロ最近によるテロですよ ありますよ間違いなくこのバイオテラの最後の砦でそれが自衛隊中央病院ですだから日頃から徹底して訓練やってるわけだダイヤモンド・プリンセスあれですね自衛官が2,700名ぐらいが乗り込んでそして対応してるんですそれでも院内感染ゼロなんです もちろん皆さん誤解しないでくださいねあのいろんな民間病院公立病院医療従事者ものすごい苦労して今頑張ってますよドクター看護師あるいは検査官技師そういう方々がもう命を捨てる覚悟でずっと戦ってますこれは感謝以外何物も,もありません心から敬意を表します防衛省の三宿地区そこに この自衛隊中央病院があるんですけどその入り口もちろんゲートをバチンと閉められてました入り口の右側に病院のご案内の看板がこう出てるわけですこの一番上です基本理念が書いてあったんですこれご案内します基本理念我々は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を達成するため 退院などの疾病予防と健康増進に貢献し人間愛を基調とする医療を提供します本来なら自衛官を守るための病院なんですところがそれを乗り越えるんです大変な時はいざ有事いざ大変な状況その時はいらっしゃいって言ってもう徹底して治療するわけです徹底した看護をするわけだ。理念を読んでも基本方針を見ても 感動することばっかりだったんです最終的には人間愛を基調とする医療その提供ですチャンネル登録もよろしくお願いいたします